おはようございます。今日はパングラを飛んで できた先月できためちゃくちゃ新しいホテルに朝ね、ちょっとアリチェックインもいいとこじゃない。ちょっとあと見せるね、みんなに。いや、ウェルカムドリンクもらった。うまくない？超甘レモンティーじゃない？うん、うまい。やばいね。うわ、絶対さっき景色やばい。はい、なに、ひーさん待ち帰るよ。うわぁ、このプールビューさ、うん、すごくない？待って、目の前見えるブランコあんだけど。ブランコはできないけど。すごい、やつ。目の前ってかさ、うん、飛び込んだらさ、プールやん。浮き輪もあるよ。浮き輪で浮きたい。どれ？あっち。どれ？もうあれ？やばくない？なにこれ、喫煙者に優しいみたいな。タバコ吸っていいわけ？うわー、めっちゃいい。って書いてあるよ。え？ダメだよ。どこに書いてあるの？ノンスモーク。言われたじゃん、さっき。マジでやばくない？ここすっごい新しいんだよ、ヒートコのホテル。先月だよ。キモかわいい。まだできて1ヶ月。キモかわいい。閉めてください。うわぁ、でも人になっていいね。テレビでかっ。でかっ。はい、お風呂場見てみましょうか。ネットフリで見るんじゃん。すごい、ヒート。これめっちゃ安いね、ここのホテル。一泊5万ぐらいするのかな。3万ぐらいはするんじゃない。どれ、一回休もうか。うん。おはようございます。はい、パングラオと何、2日目の朝でございます。今からひーちゃんと朝ごはんを食べたいと思います。めっちゃおしゃれじゃないですか、ひーさん。ここ先月できたんだよ。一回聞いてみよう。壁がおしゃれでございます。プール、この位置やばくない？ヒート、この位置、ここ可愛くない？ここ、ひーちゃん、どうですか？朝ごはんフィリピンの食べれそうですか？覚えてないでしょ、どういうご飯だったか。フィリピン、何それは。好きなものばっかり詰まってんじゃない？ね、どうですか？おいしい？お米っていうのがいいね。ね、パンしかないとこよりさ。珍しくリリーアングルでいきたいと思います。なんで、なんかこのソーセージが、今までホテルでいろんなソーセージいろんな国で食べたけど、詰まってる味がします。しない？食べてない。なんか朝ごはん関係ないんだけど、空港近くてドローン飛ばないんじゃって、飛ばないんじゃんって思って、まあ後でやってみるけどね、私は。うまい。落とされても知らんけど、お父さんとか離陸できない最初から。で、朝ごはんは卵とパンとハッシュポテトとウインナー。昨日の夕飯より豪華じゃない？はい、おしゃれな空間をみんなに見せますね。こんな感じで天井にこのキラキラが可愛いよね。可愛いよね。はい、今朝ごはん食べ終わりました。美味しかったね、ひーちゃん。あ、なんか私さ、ずっとホテルでさ、いつもさビュッフェだったじゃん。で、
ビュッフェじゃないのも好きかもしれない。こう楽楽じゃない人、ビュッフェじゃないのも。はい、私たちの部屋は2階なんで階段を上ります。早い日さん、みんな工事してますね。Yeah, he sets my body in motion. He just, he knows how to turn things up. And he knows what gets me going.